にちは。群馬特使お習字アイドルめんこいガールズです。アゲハです。ゆいです。あやかです。マリアです。和樹部長です。よろしくお願いします。はい、和樹部長、今日は何をやるんですか？皆さんは普段アイドルとして活動しています。うんうん。アイドルとは、子供から大人まで幅広い世代から支持をされる必要があります。そうですね、はい、皆さんのことを支持してくださってるファンの方々はどの世代の方々なんですか？だいたい4、5、6、7まで。アギアさん今おいくつでしょうか？今17です。あ、もう少しでアラサーになってる。早いよ。早すぎる。もう大人になりかけで。やばいじゃん。はい、なので、今回は大人として簡単なゲームを本気で取り組んでいこうかなということで、今回は、全力あっち向いてホイをやっていただこうと思います。全力だって。全力だよ。もうやんないで、全力では。皆さんはあっち向いてホイとかって学校でやりますか？もうやらないですよ。すみません。大人なんで。はい。やりません。大人世代ですからね。はい、もうやりません。はい。ちなみに普段どういうゲームされるんですか？これです。はい、異性の。ああ。異性の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 やります。みたいなやつ。そう。他はありますか？あの、こういうやつ。割り箸でしょ？割り箸。割り箸でしょ？割り箸。割り箸。割り箸割り箸じゃん。割り箸なんこれ？初めて聞いた。それ。割り箸。そう、割り箸です。あげは？あげ？ほうれん草か。あー。なるほど。やるね。やるよね。やるよね。本当か？本当やるやね。闇でやったよね。あ、やったね。闇でやね。楽しい。ほうれん草ゲームとかっていうのは、私が大学時代にも飲み会でやるようなゲームですから。大人だから。やっぱりもう飲み会とかね、これからやっていく上でどうなるんですかね。怖いですね。オレンジジュース片手ですよ。まだね。で、今回はあっち向いてホイをやっていただこうかなと思うので、はい、頑張ってください。頑張ります。トーナメント形式でやらせていただいて、うん、対戦相手は私の独断と偏見で決めさせていただいているので、ビリにはまた罰ゲームを用意してあります。また絶対嫌だ、はい、絶対嫌だ。何かご意見質問等ございますか？はいはい、どうぞ。やっぱり罰ゲームが知りたいです。お答えできません。そっか、もう諦めましょう。これはないですね。それではゆいさん、はい、はい、YouTuber 風に、企画振りをお願いします。はい、いきます。それでは Here we go。 12秒。本気と書いてマジ。熱いぜ立林。まあ、いつも調子乗ってんじゃねえぞ。ぶっ飛ばすかんな。はじめ。じゃんけんぽい。はい、これでしょ。はじめにぽい。じゃんけんぽい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 。はじめにぽい。いつもマリアマリアってうるせえんだよ。いや、名前を呼ぶだろ。なんでこっちがお前の心配しなきゃいけねえんだよ。いつもイライラさせやがって。今日はじめ。じゃんけんぽい。あっちめんぽい。ちょっと面白い。やばい。いつも調子乗ってんじゃねえよバーカ。いつもヘラヘラしてるお前になんか負けてらんねえよ。熱いぜ立林。はじめ。じゃんけんぽい。あつめぽい。じゃんけんぽい。あいくでしょ。あつめぽい。じゃんけんぽい。あいくでしょ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 。あつめぽい。じゃんけんぽい。あいくでしょ。あいくでしょ。あつめぽい。
さび美味しそう。召し上がれ。はい、ということで終わりました。どうだった？いやまあなんか全力でやると楽しいなって思うね。あんまりやらないからね。うん、でもマリアちょっと弱すぎだったけど。やれは弱すぎね。でもね、罰ゲームでね、もうわさび克服したわ。いける。だからもう罰ゲーム怖くない。楽しみだな。ね、やだ。アギ怖すぎ。そう、ガチだった。いや、ガチの、笑顔も怖い。笑顔も怖くなっちゃった。ユイも結構ガチそうだったし、調子乗ってんじゃねえよみたいな。ガチです。本気と書いてマジ。マジ。はい、この動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして、私たちは Twitter、Instagram、TikTok、毎日メンバーが配信しているショールームなど、SNS たくさんやっています。ぜひよろしくお願いします。それでは以上、私たちめんこいガールズでした。じゃあねー。